この間手作りのベランダで歯磨きガムをあげたんですけど、あれが一瞬で食べられてしまったやつがこの食後の歯磨きガム、超小型犬用ってやつなんですけど、で今回ちょっと再チャレンジでこんなの買ってきました。すごいねおしゃれで小型犬もいけるみたいなんで、これこの間のやつと違って結構硬いんですよね。だからこの上に書いてあるんですけど、長く噛むことによりっていうので、結構ガジ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 長く噛んで楽しんでくれるんじゃないかなと思います。やっていこう。これ自体は牛の皮みたいですね。で見た目よりも思ったよりもなんか柔らかいけども硬い、なんか不思議な。さあお食べ。噛める？あ、持っていく？どこ行くの？どこ行くの？噛めるかな？いや、俺取らないって逃げてばっか。よし、離れてこう。離れてみないと多分あれだな、逃げるな。あ、結構大きいな、みんちゃんには。噛んでる噛んでる。あ、でも結構歯磨きできてる感が噛めてなさすぎるあれ、これ食えるよね、プラスチックとかじゃなかったよねあ、いい感じ。どう？あ、でも歯磨きしてる感あるね。ミント、マイハウスに入って食べ出したけど下半身トイレ入ってるよ面白い体勢で食べるね。ガジガジしてるけどどうなんだろう。この間のリベンジで長く噛むように。お食べ。痛い、噛まれた嘘、ま、あ、いいね。あ、噛んでる噛んでる噛んでる。あ、苦戦してるな。ただ尻尾が、お、噛んだ。すげえすげえ。お、あ、でも全然原型とどめてる。そらちゃんそれだいぶビヨーンになってるよ。いや、でももう何分経った？5分以上経ったけど全然まだまだ噛んでて、あ、いちごのフレーバーの部分だけ集中的に噛んでるわ。そらちゃんが20分ぐらい噛み続けてこんな感じになりました。ずっとね、もうガチ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 ずっと噛み続けて20分でこんぐらいかな。で、ちょっとこれ以上はね、なんか喉に詰まりそうかなと思ってとりあえず取り上げたんですけど、まあ、本来の歯磨きとしての効果としてはすごいね良かった。ミントはちょっと大きすぎたけど、ソラはねこの歯磨きガムの方が合ってるかも。